色とりどりの6つの点が集まったり離れたりしながら動く。ソニーはあらゆる境界を越えて多様な人々が交錯するとき、イノベーションが生まれると信じています。ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン。創業者イブカの写真。常識と非常識がぶつかったときにイノベーションが生まれる。これはファウンダーの一人である伊深勝の言葉です。創業者のこの価値観はソニーの DNA として受け継がれ、未来へと成長していくソニーの価値創造の原点となっています。事業の多様性。6つの線が分かれたり交差したりしながら伸びていく。ソニーは技術を通じて社会に貢献することを目的とし、エレクトロニクス事業から始まり、あらゆる挑戦を続けながら半導体、音楽、金融、映画、ゲームと多角的に成長してきました。6つの点が六角形を作る。人材の多様性。6つの事業の写真。ソニーの多様な事業においてイノベーション創出の基盤となるのは、夢と好奇心あふれる個性豊かな人材です。多様な人、異なる感性が交錯し、感動を生み出すべく挑戦を続けています。クリエイティビティとテクノロジーの力で世界を感動で満たす、これがソニーのパーパスです。そして大切にしている価値観の一つが多様性です。スペシャル U ダイバースソニーと書かれた2つの円が重なる。ソニーは誰もが個性を発揮し活躍できる場であるために、多様性を推進する社内外活動の写真。さまざまなバックグラウンドや価値観を持つ社員がつながり、お互いの違いを認め合い理解し合うことを目指した取り組みを行っています。そしてグループ内にとどまらず、未来を担う次世代人材やコミュニティの支援を通じて公平でインクルーシブな社会の構築に貢献しています。丸、三角、四角など色とりどりのさまざまな形が動く。多様な事業、多様な個がつながり、時にはグループの垣根を越えてダイナミックに混ざり合い、未来を創造していく。共につながり、共に作り、共に成長する、世界の感動のために。ソニーのロゴ。